で、そんな中でも今現在の法律でも実は外国人でも買える中古物件っていうのがないわけじゃないんですね。例えばこちらのアパートですね、157ホブソンストリートにあるオークランドシティアパートメントの中の一室、3ベッドルームあるんですけれども、で小さなキッチンがついていて、ファニチャー付きですね、ベッドですとかちっちゃなテーブルですとかそういった家具がついて売られています。はい、皆さんこんにちは。ニュージーランドはオークランドからローカル情報や不動産情報を配信しているひろこです。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、外国人投資家に関するルールについて少しお話しさせていただきたいと思います。外国人投資家、つまり外国人がニュージーランドで不動産を買う場合のルールということになりますね。まあ、外国人といっても私も、外国人といえば外国人ですよね。日本人なので国籍は日本ですけれども、ただし永住権があるのです。この場合の外国人という言葉は居住権を持っていない人というふうにね、解釈していただければよろしいかと思います。居住権、つまりレジデンスですね、レジデンス関連のビザ、これはですね、ワーキングビザ、就労ビザですとかワーキングホリデーとかは、レジデンスではない。ここでいうレジデンスというのは、居住権、永住権前提の居住権から始まって永住権と名前を変えるわけですけれども、居住権があれば OK なんですが、で最終的にそれが永住権になればさらによしということで、もしくはもう国籍を持っているということであれば外国人というふうには呼びません。オーディナリーレジデンスということになります。一般居住者ですね。なのでここで言う外国人というのは一般居住者以外の人というふうにね、考えていただいていいかと思います。はい、ちなみにですね、ニュージーランドの場合、オーストラリアとシンガポール、そしてニュージーランド、この3カ国で特別な協定があるので、例えばオーストラリア国民やシンガポールの国民、彼らにはニュージーランドの国民と同じ権利が与えられているということで、国籍はニュージーランドではないんだけれども普通にニュージーランドの物件が買える。で、永住権という形で持ってる場合ね、オーストラリアの永住権を持ってますとか、シンガポールの永住権を持ってますという場合には、ニュージーランドの永住権を持っているというのと同じようなステータスでこの不動産ルールが適用されるようです。なのでワーキングホリデーで来てますという方たちは外国人という扱いになります。たとえ外国人であっても買える物件というのはあるわけですね。ホリだろうが就労ビザだろうが、お金があれば、買う力があれば購入していただけるんですけれども、今現在のニュージーランドの法律では買える物件の制限が非常に厳しくなっています。2018年の10月以降ですね、ニュージーランドで外国人が買える物件というのは、例えば、必ずこの時 OIA コンセントというのが必要になってくるんですけれども、 OIA コンセントというのはオーバーシーインベストメントアクト、 OIA、ね、頭文字を取って OIA、 もしくはオーバーシーインベストメントオフィス、 OIO と言いますけれども、この、OIA もしくは OIO の許可書、同じものなんですけれども、そちらの、許可が下りれば買えるということになります。どういったものにこの許可が下りるかというと、例えば新規物件ですね、これから建つとか、アパートメントなんかの場合にはもうすでに建ったものでも OIA が取れれば OK という場合もありますけれども、出来上がった物件をそのまま保持できるのは20戸以上ユニットの入った、例えば集合住宅アパートメントですとか、タウンハウスなんかでも、そこに基本的に20戸以上のユニットがある、こういったものに関しては OIA コンセントを取得して購入した後、そのままオーナーさん、海外の投資家さんがその物件を持ち続けることも許されてはいるんですが、ただし投資として購入いただいているので、その物件は賃貸に出すというのが基本になります。
あくまで、まあ、ニュージーランドにベネフィットがあるということであれば OIA コンセント出してあげるよということなの で、 あとは例えば何もない土地に家を建ててあげましょうというね、あの外国人がいた場合、いわゆる投資ですよね。で家を建てて基本的には、まあ、これも OIA コンセントが取れればそれができるわけなんですけれども、その土地に家を建てたらその建った家というのは売らなきゃいけない、完成後売らなきゃいけないというようなねルールもございます。とにかくニュージーランドにメリットがなければ売らないというのがオーバーシーインベストメントアクトとなっております。で基本的には既存物件は今の法律では外国人買えないんですね。既存物件というのはもうそこに建物があるもの、いわゆる中古物件ですよね。中古の物件に関しては今非常に規制が厳しくなっておりまして、基本的には外国人買えないんですよ。ただしですね、法案が実はありまして、もしかしたら2ミリオン以上、例えば1ドルが100円まで今言ってないと思いますけれども、例えば1ドルが100円だとしたら2ミリオンっていうと2億円ですね。2億円ぐらいの物件であれば外国人に中古であっても売ってあげてもいいんじゃないっていう、そういうマニフェストをね2023年の選挙戦の時に繰り広げたのが、まあ、今政権を取っているといっても連立でですけれども、政権を取ったナショナルの、まあ、マニフェストだったんですね。実際こう選挙でナショナル勝つことは勝つんですけれども、まあ、議席数がねその過半数に満たないということで連立政権になって、まあ、3つの政党が合体したわけですけれども、でその時にそのうちの一つニュージーランドファーストのウィンストン・ピーターがそのマニフェストに反対してたんですね。ということで一時この2ミリオン以上外国人に買えるようにして、その代わり税金を取ろうというね法案があったんですけれども、これ一旦こう立ち消えになります。ですが、まあ、2024年の4月5月、それぐらいにあのウィストン・ピーターがどうしてもナショナルがやりたいっていうならちょっと考え直してもいいみたいなことを言い出したんですね。ということで今現在2024年11月現在まだ決まってはいないんですけれども、もしかしたら再度ね外国人に2ミリオン以上であれば、まあ、15% の、ね、税金取られますけれども、また中古物件も買えるようにしてあげようというような法案が将来的に通る可能性はゼロではないということですね。ただし、まあ、いずれそうなったところで、まあ、2ミリオン以上2億円以上の物件誰にでも買えるというわけではございません。どうしても富裕層がターゲットになってきます。ということでなかなか手頃な物件で外国人が買えるものってないよねっていうふうにね思われると思いますし、まあどっちにしても賃貸に出さなきゃいけないんだよねっていうのが、まあ、実情なんですけれども、でそんな中でも今現在の法律でも実は外国人でも買える中古物件っていうのがないわけじゃないんですね。どういうことかと言いますと、住居として買おうと思うと中古物件は買えないんですけれども、これが商業物件であれば実は OK なんですね。商業物件どういうことかと言いますと、まあ、宿泊施設として商業的に登録されているような物件、そう商業物件であれば外国人でももちろん OIA コンセント OIO コンセントは必須ですけれども、これが取れれば購入が可能です。中古であろうが新築であろうがここは問題はないです。問題は OIA が取れるかどうか、そこですね。商業物件というと例えば店舗ですとか工場ですとか倉庫ですとかそういったものがあるかと思いますけれども、中には住居でありながら商業物件として売られているものもあるんですね。どういうことかと言いますと、例えば B&B ベッド&ブレックファーストとしても商業物件として
ずっと運営してまいりましたというようなね、物件があればこれは商業物件ですよね、うん、一般人でも頑張れば手が出るっていうのがいわゆるアパートメントのユニットということになるんじゃないかなと思うんですが、ただ中古だと本来買えないですよね。ですが中古のアパートメントが商業物件として購入できる場合があるんですね。それはどういうことかと言いますと、商業物件として登録されている、例えばホテルの中の一室、こちらよくあるんですけれども、大きなホテルがありますよね。でその一部屋一部屋オーナーさんが違う、自分が住む目的でそのアパートメントを買っている人もいれば投資として買ってる人もいるし、中には商業物件として購入してもそのリース、ホテルにリースして収入を得ている、もしくはショートタームのホリデーメーカーに貸す Airbnb、ね、そういったものを手配するという別会社、別の管理会社に委託して Airbnb として運営する、それも商業物件とね、登録されていれば商業物件ということになります。例えばこちらのアパートですね、157ホブソンストリートにあるオークランドシティアパートメントの中の一室、3ベッドルームあるんですけれども、で小さなキッチンがついていて、ファニチャー付きですね、ベッドですとかちっちゃなテーブルですとかそういった家具がついて売られています。でこのオーナーさん商業物件としてもともと購入していたので、でもともとはホテルプールだったわけですね。なのでホテルの中の一室として貸し出されてたわけなんですけれども、ある年に住居に変えて、住居に変えることによって税金は安くなるんだけれども、ただもう GST 登録はされてるので商業物件として売ることも、一般の住居として売ることも可能ということで、買う人の都合に合わせて、例えば自分が住みたい人が買う場合、住みたいというね方が買う場合には普通の住居として購入して、税金もいわゆるレイツ固定資産税ですね、こちらもそんなに高くなく購入することができるんですけれども、商業物件として買う場合、これはですね最大のメリットは、こちらも GST 登録されている物件なので GST15% の税金を相殺できます。 15% の税金免除になるということですね。なので 15% お安く買えるというふうに考えていただいていいんじゃないかな。一般の住居として買う場合には税込みという形で購入して、今の持ち主さんが税金の方を自分で払って、もう商業物件から通常の不動産、一般住居として販売することが可能になるわけですね。ということで、まあ、一般の住居として買いたい場合にはそこはそんなに気にしなくていい、もう税込みで買いますということにしていただければいいんですけれども、逆にその商業物件として買いたいですという場合、外国人であろうがこの国の居住者であろうが、その GST を相殺して商業的に運営していくことが可能となるわけです。まあ、この場合ね、外国人でも問題なく OIA コンセントが取れれば購入可能となりまして、今こう外国人が買える物件ってそれでなければ新築に限られるわけじゃないですか。で新築のアパートメントだとどうしてもちょっと割高になってしまう、中古と比べると随分高いですよね。これだけのフロアがあって3ベッドルームあって、新築だったら普通に1ミリオン超えるかと思うんですけれども、まあ、それがね、まあ、その分あの中古なのでね、手をかければね綺麗になると思いますけれども、まあ、人が住んでいる状態なのである程度古くはなっているかと思いますけれども、そこはいくらでもリノベーションなどできると思いますので、家具とかも古いものもう嫌だということであれば変えて、逆にこうラグジュアリー路線で売り出してもいいかもしれないですし、うん、そういったこともできるし、新築のアパートメントを外国人が買う場合はやはり投資としてなので賃貸に出さなきゃいけないわけなんですけれども、
その場合セルフリースというのができないんですね。自分で自分に貸すという過程で買ってで自分で住むっていうふうに考えられる方いらっしゃるんですけれども、それができなくなってます。ですがこういった商業物件のアパートメントであれば、自分がホリデーで来た時、自分がホリデーメーカーとして借りるという形を取れば、そこにステイすることが可能なわけですね。そして賃貸料を払うにしても、それって大部分が自分に返ってくるお金になるので、そんなに遜色はないんじゃないかなと思うんですけれども、ニュージーランドたまに行ければいいやぐらいの人だったらね、不労所得があって自分が行った時には泊まれるところがあるというふうに考えるとね、非常に賢い選択になるんじゃないかなとは思うんですが、いかがでしょうか。はい、非常にユニークな物件、今現在のオークランドにおいて非常に貴重な物件になるんじゃないかと思います。もしね、将来2ミリオン以上の物件、海外投資家にも売ります、海外の外国人バイヤーにも売りますというふうになったとしても、2ミリオンだと買えない人の方が多いと思うんですけれども、これぐらいだったらもしかして頑張れば買えますっていうね方も中にはいらっしゃるかもしれないので、もしそういう方ねいらっしゃれば、ぜひお気軽にご相談いただければ幸いです。ということで、今日の動画いかがだったでしょうか。外国人にも買える中古のアパートメントあるよということでね、ご案内させていただきました。ということで今日の動画、多少なりとも参考になった、楽しんでいただけたという方もしいらっしゃれば、チャンネル登録並びに高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまた。